それでは立教行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。内容一問題が10問はあるんですが、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、時間が足りなくなってしまいますので6問行ってみたいと思います。で、授業に入る前にちょっと皆さん聞いていただきたいことがあるんですが、括弧1番、皆さん予習前提の授業、つまり皆さんが学校、塾、予備校ですね。で、そこで予習前提の授業が複数あるかと思いますが、皆さん解いた後に授業へ参加して、皆さんそこで答え合わせの前に、皆さん担当の先生がこういうことをおっしゃっていませんか？根拠を考えてくださいね。で、確かに皆さん根拠を考えることは重要なんですが、皆さん考えただけなんかふわっとしてるんですよね。ですからもう少し成果を上げるためにも皆さんおすすめしたいことがございます。皆さん授業に参加して答え合わせをする前に、根拠だと思った箇所に線を引くだけでも随分違いますよ。ですから過去にはその場で演習するという形式の授業でも、例えば選択肢の A が正解の場合は根拠をちゃんと特定し、この辺かなーって感じで皆さん線を引っ張っておく。で、括弧3、まあ問題集、まあ皆さんこれゆくゆくですね、過去問演習、赤本を解くかと思いますが、そういったところで皆さん解いて、はい、答え合わせではちょっともったいないですね。答え合わせをする前に根拠だと思った箇所の線を引っ張っておく。こうすることで皆さん試験中の系列ミスが防ぎやすくなりますので、おすすめしたいと思います。ということで皆さん、内容1問で6問一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落でございます。まずは一読していただいた後、こちらの設問検討をお願いします。さあ皆さん、設問の指示にもある通り、第1段落の内容で、皆さん読み始めると、皆さん一番初っ端の文章、なんかちょっと知らない単語が出てくるんですよね。ただ皆さん次の文章を読んでみると、なんかちょっと前までは都会に住んでる人で、その人たちは 14% を超える程度で、なんですが皆さん2007年までには大多数の方々が都市に住んでると、都会に住み始めたんですね。で、次の数十年の間にも都会に住む人たちが増えそうで、最終文にはやはり Urban Dwellers、まあ、都会に住む人たちの話が書いております。で、その数が増えてるんですよね。で、皆さんそれで選択肢の E から確認しますが、皆さん E は都市の数が増えてる、皆さん都市の数じゃなくて人が増えてるんですよね。で、選択肢のローは予想が難しいとは一言も言ってないと。そして選択肢のハですが、世界の人口がピークを迎える、まあそれも書いてないですよね。となってくると、選択肢の2、将来は人々が都会に集中する、で、その話が皆さんこの内容とバッチリですから、正解は2ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの10番でございます。皆さん説明指示見ていただいて分かるかと思いますが、タイトルを選ぶ問題、まあ趣旨ですよね。で、本文全体は読んでいないんですが、意外と第一段落だけでいけますからね。第一段落に書かれていないことを消去していくと、皆さん意外と答え見つかりますので検討をお願いします。で、選択肢の E でございますが、農業の話はなし。で、選択肢のローですが、超高層ビル、まあその話もないですね。で、ハを飛ばして2、農業の話はなし。で、一方飛ばしたハでございますが、シリーズ、皆さん都市の話はここですよね。で、都市と会が我々に食料を与えることができるのか、もちろんそういう内容があるかどうかはこの次の第2段落以降、まあそこで判断していただいてもよろしいんですが、皆さん第1段落で選択肢のハ、まあおそらくこれが正解だろうということで次の段落に行きますね。さあ皆さん、第2段落でございます。で、皆さん問いの10番、先ほどの問題でございますが、選択肢のハ、それが正しいかどうか、皆さん一読していただいた後検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢のハですが、良さげですよね。まあ例えばこの1行目でございます。この新しい都会の方々に食料を供給する。で、そうすることによって皆さん、ルーインと書いてますよね。破滅、破壊につながるんではなかろうか。まあ、その右側にも惨めな状況が書かれております。で、皆さん、段落の一番最後もそうですね。農業を続けるスペースがないんじゃないか。十分取れないんではなかろうか。そうすると皆さん、食料を供給することが難しくなりますので、選択肢の破が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの2番でございます。一読していただいた後検討をお願いします。さあ皆さん、説明の指示に問題と書いてますよね。だって皆さん一番最後に except、 これが使われているということは、皆さん本文に書いていないものを正解とすべきですね。で、まずは選択肢の E でございますが、 transporting、 皆さん輸送の話はここに書いてますね。
で、選択肢のローを飛ばして選択肢の土地不足で、その話、シムさん、このあたりですね。特に文末 How are you worn out? もうめちゃめちゃ疲弊してると。作物をうまく育てることにはつながらなさそうですね。そして選択肢の2でございますが、環境に害が及びそう。それが皆さんこの青色のところですね。ですが選択肢の6、若者がもはや興味を抱いておりません。まあ農家という職業に興味なし。まあさすがにそれは書いていないので、ロが正解ということでよろしいかと思います。では皆さん次の段落でございます。トニオさん、まだ検討をお願いします。さあ皆さん、ディクソンさんの計画でございますが、選択肢の E をすっ飛ばして選択肢のロ、Outdoor Crops。まあさすがにその話は書いていませんよね。で、選択肢のハーはセントラルパークに高層農場を建築する。で、皆さん、セントラルパークの話は一番最後の部分に書いてますが、そこに高層農場を建築するという話はないですよね。で、選択肢の2ですが、皆さん、既存のスカイスクレーバーズ。まあ、高層ビルの話は確かにここには載ってるんですが、既存のものに頼る。そういう話はなし。となってくると、皆さん、選択肢の E ですが、まずは文末。一年中。その話はここに書いてますよね。そして皆さん、左側には皆さん、5万人の人たちに食料を供給する。バッチリ書いておりますので、正解は E ということでよろしいかと思います。皆さん、第4段落と第5段落は設問に関係がないので、一読だけお願いいたします。さあ皆さん、続いて第6段落でございますが、設問は4番。こちらの検討をお願いします。さあ皆さん、下線部は throw away。まあ、直訳すると捨てるんですよね。ですから、捨てることができそうなものですから、あんまりプラスのものではなさそうですね。そうすると、プラスの価値観を持ちそうな選択肢の E と H は×。で、あと皆さん、ローにしますか、2にしますかということですが、皆さんの remark、発言の話ですからね。そうすると、選択肢の2の rude、無礼な。まあ、さすがにそれは人に使う表現でございますので、正解は何気ないという意味のローでよろしいかと思います。さあ、最後の問題でございます。問いの5番の検討をお願いします。すみません、垂直農場のお話でございますが、まずは選択肢の E。自然ではないとは書いてませんよね。で、選択肢のローは、ある種の作物を生み出すことができません。まあ、それもなし。で、選択肢のハウスとして選択肢の2。コンピューターゲーミングの技術が必要。まあ、これも書いてないですよね。ですから選択肢のハ。Higher Yield。生産高が増えるんでしょうね。で、その話、シャミさん、ここに書いてますよね。で、皆さん、段落の後半にも2層、3層、5層。で、一番最後の文章中にも収穫高が増える様子が伺えます。ですから正解は、はーということでよろしいかと思います。